シントラグのメインファサードシントラ国立宮殿は、ポルトガルシントラにある宮殿。少なくとも15世紀初頭から19世紀後半にかけ、ポルトガル王家が住み続けており、ポルトガル国内で最も保存状態の良い中世の王宮である。シントラの文化的景観の一部として、ユネスコの世界遺産に登録されている。シントラ宮殿の歴史は、 イスラム教徒がイベリア半島を支配していた時代から始まる。その頃、シントラには二つの城があった。一つは、シントラを望む丘の上に立つ城で、カステロ・ドスモーロスと呼ばれていた。この城は、現在廃墟となっている。もう一つは、下り坂に位置し、シントラ地方を治める、ムーア人支配者の住居となっていた。12世紀、シントラの村は、 ポルトカーレ博アフォンソエンリケスによって征服され、彼はムーア人の住居を我がものとした。ゴシック様式、マヌエル様式、イスラム風建築が現在の城で混在しているが、これは15世紀から16世紀初頭にかけての建築の結果である。かつてのムーア人支配者の宮殿と、初期のポルトガル王が住んだ宮殿はどちらも残っていない。 14世紀初頭のギニス一世地下で建てられた王室礼拝堂が残るのみである。城の大部分は1415年頃から始まったジョアン一世が講演した建設計画で建てられた。1509年頃、ガカドゥアルテ・ダルマスの描いたシントラ宮殿。マヌエル様式翼がまだ建っていない。中央中にはあのほとんどの建物はこの計画で建てられた。 ファサードの建物、マヌエル様式の中型建て窓、アジメゼスというイスラム建築、厨房の円錐形煙突、そして多くの部屋も計画に含まれた。ジョアン・一世の長子ドゥアルテ・一世は、この宮殿を非常に好み、長く滞在した。彼は、建物の使い方や、進化を了解するのに非常に価値のある記述を、残している。この宮殿を好んだ証拠として、他に、 ドゥアルテ一世の着手アフォンソ五世は、シントラで1432年に生まれ1481年に、シントラで死んでいる。アフォンソ五世の子ジョアン二世は、シントラ宮殿で、ポルトガルを即位を宣言した。宮殿内部マヌエル一世の代に、彼の公園の下で、建物増設や装飾が加えられた。1497年から1530年に、 かけての建築では、大航海時代の発見による富が、惜しげもなく、注ぎ込まれた。マヌエル一世の地下で、ゴシック様式、ルネサンス様式は移り変わって、マヌエル様式の発展を見た。同様に、イスラム建築の復古がされ、アズレエージョという色彩タイルの装飾が好まれた。マヌエル一世は、メインファサードの右に、アラ・マヌエリーナの建設を命じ、 典型的なマヌエル様式の窓で飾らせた。彼は、紋章の間を、主要なポルトガル貴族の紋章と自身の紋章の、計72個描いた、壮麗な木製の天井で飾り立てた。そのうち小リ旅家の紋章は、ジョアン2世に対する陰謀が発覚した後、取り除かれた。ムデハル様式のホローマヌエル1世は、宮殿ほとんどの部屋を彼がセビーリに特注させた。 タイルで再度装飾した。多色使いのタイルのパネルは、イスラムのモチーフを生み、アラビア風の雰囲気を漂わせている。宮殿は、代が変わっても、王たちの住まいとなり、その度に、新しい画法の装飾やタイル装飾、家具などが付け加えられた。身体、精神ともに障害があったというアフォンソロクセイは、実の弟ペドロ王子により、実権を奪われ、 新ラ宮殿に1676年から遊兵されていた。彼の住んでいた部屋がそのまま保存してあり、彼が動き回っていた場所だけ、絨毯が擦り切れているのが確認できる。アフォンソロクセイは宮殿から出ることのないまま、1683年に死んだ。1755年のリスボン地震で宮殿全体がいたんだが、現代的な理由から、 古風に修復された。アラビアの間の塔が大地震で大きく損傷し、崩壊してしまった。18世紀後半、マリア一世があら、マヌエリーナを装飾し直してサイド部屋を分割した。19世紀の間、シントラ宮殿は再び王家のお気に入りの場所となり、一家がしばしば滞在した。特にカルロス一世姫アメリアは、シントラを愛し、いくつもの絵画を描いた。 1910年の共和国樹立と同時に、宮殿は国の文化財となった。1940年代、建築家、ラウルリノは宮殿に、元の輝きを取り戻そうと、他の宮殿から古い家具を持ち込ませたり、タイルパネルを修繕した。以来、この宮殿は重要な歴史的文化財となっている。ありがとうございます。